よっしゃ、手前で来た、来たよ、よっしゃ。取れました。来た、よっしゃ、来た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 よ、よっしゃ。ディープダイバーでちょっとメインでやりたいなと思ってるんですが、ちょっと今年このエリア入るのは初めてなんで、毎年変わったの流木なんかでも地形変わったりすると思いますんで、最初ミディアムディープ MD ですね。そしてだんだん棚を落としてディープダイバー入れていきたいなと思います。昨日よりちょっと濁ってますね。水色結構きつめです。透明感はないですね。30センチまでないっぽいですね。今まだ太陽差し込んでないっていうのもあると思うんですけど、雪白系の泡立ちも あるんで、今日は濁りとの戦いになりそうだなと思います。じゃあやっていきましょう。この流れの感じですと多分かかるのは手前なんでしょうね。これも手前のこの流れの筋で食ってきそうな感じはありますけどね。これディープダイバーのフリューゲルの救急ですね。ちょっと水の濁りきついんで、ライムグリーン、ホットタイガー系のカラーに強めにしてるんですけども、2メーターダイバー結構引き抵抗でっかいんですよ、やっぱりディープダイバー。でもこのルアーに関しては比較的軽いです。なので流れの中で逆引きして引っ張ってきても軽い力で巻き切れるんで、このディープダイバーはそういう意味で引き抵抗がすごい軽く引けるのでおすすめですね。で軽くその辺でドリフトで流してやって、このエグレをちゃんと通るようにして、上の方から下の方まで一通りこう良さそうなとこは自分の中では選んでやってみたんですけども、魚の気配を感じないで終わった一日でしたね。2日目無でした。光が水中にあんまりこう差し込まないこうマット系の濁りっていうんですかね。でそして茶色みが増したっていうのは実感しました。わっ、追ってきた、取れました。そうですね、ワンチャンス。
1日あるかどうかっていう感じで。これぞ桜マスですね。天気がでも今日はすごくコロコロ変わりやすい天気でしたね。今また雨降ってますが、明日はいかがなんでしょうか。おはようございます。最終日の朝を迎えました。夜の間にまた雨少し降ったみたいなんですけれども、本流の方はやはり相変わらず濁りが抜けないということで、少しでも水がクリアな水が生きている場所ということで、支流との合流の少し下流側に来ました。少しここ手前側ご覧の通り浅いので、まずは上の層からですね、シャローランナー ML パレットなんですけど、朝一ということで少し目立つチャートカラーをセレクトして、そして魚の電流に合わせながら、あとは棚を落としていって流していきたいと思います。ちょうど僕より先にいらしてた方が、この少し上の方で僕らが駐車場について支度してる間に一匹魚を持ってきましたね。やっぱり狙いは正しかったんだと思います。雨とか濁りの状況次第によっては、そういったその支流との合流っていうのはすごく爆発力を持ってると思うんですよね。本流が釣りにならない時の逃げ場にもなりますし、要所要所で特に大河川の場合はいくつもの支流を多く抱えているものですから、そういった支流との合流も釣り場を探す上で見ておく必要があると思いますね。はい、一回仕切り直しましょう。今回使っているタクリについてなんですけれども、まずはロッドですね。ロッドは今回2本用意しております。こちらがカーディフモンスターリミテッドの TW の 83ML です。で、もう一つが同じくカーディフモンスターリミテッドのこちらですね、 DP83ML です。長さはともに8フィート3インチで、まあパワー的にもミディアムライトになってます。で、何が違うかっていうと、こちらの方は TW というタイプで、もう一つこちらですね、こちらは DP という方です。で、 TW の方はガイドが小口径ガイドになっておりまして、ロッド全体がややこうマイルドな竿調子になってます。なので、例えば背回りをミノーイングで小刻みにツイッチングを入れながら、アクションを多くかけて釣っていきたい場合には、こちらのロッドをメインに使ったりします。それに対してこちらの DP ですね、 DP の方はTW よりもガイドの径が大きくなっておりますので、重量級のルアー、例えばスプーンですとか、あと引き抵抗の大きな、ディープダイバー、あとバイブレーションとかですね、そういったものまで幅広く1本で使うときは DP の方が使いやすいかと思います。結局のところこの辺は好みですので、ご自身の釣りスタイルや竿のフィーリングによって、好みで使い分けていただくとよろしいかと思います。続きましてはリールですね。リールは、今使っているリールは2本とも、ステラの 3000MHG です。一般的に桜マス釣りにおいて、シマノのリールでいうと C3000 番、3000番、そして4000番、この辺がメインとなってくると思うんですけれども、その中でも3000番の MHG というのは桜マス釣りにおける幅広いルアーですね。例えばシャローランナーのミノーからヘビーウェイトのスプーン、メタルジグ、バイブレーション、そういった重量級のルアーまで1本で竿を通してやりたいという時は3000番というのは使いやすいかなと思います。続きましてはラインですね。ラインは桜マス釣りの場合においてはナイロンラインと P ライン2つを状況別で使い分けするのが一番はベストかなと僕はそう考えているんですけども、今回に関しては P ラインをメインに使っております。で、 P も今回2種類の P の糸を持ってきて使っているんですが、
この TW のロットに使っているのがピットブルの8本よりの1号になってます。ピットブルの場合は非常に万能的に使えるラインで、いろんなルアーを幅広く使うようなロケーションではピットブルというのは使いやすいと思います。そしてこちら DP の竿に合わせているのはハードブルの8本よりの1号になってます。こちらの方は根ずれにすごく強いですし、糸自体の張りと腰が強いんですよね。なのでストラクチャーをメインに釣っていくようなケースではハードブルっていうのは使いやすいかなと思います。リーダーはナイロンラインのリーダーとフロロカーボンラインのリーダー、それぞれ使い分けております。こちら TW のロットには P1 号に対してナイロンリーダーの5号を使っております。リーダーの長さだいたい1ヒロぐらいがメインなんですけど、こちらに関しては1ヒロ半今取っております。でこちらですね、もう少しこうハードに果敢に攻めていくような、ストラクチャー周りを果敢に攻めていくようなシチュエーションで使っているのは DP のロットにハードブルなんですけども、こちらにはフロロカーボンリーダーの5号を取っております。ロケーション、あと例えばストラクチャーの有無、そしてストラクチャーの濃さですよね。そういったものに応じて竿の調子と合わせてナイロンとフロロカーボンのリーダーを使い分けできればベストかなと、そんな風に考えております。よろしいですか。はい、よっしゃ、来たよ。よっしゃ、場所選び成功、一撃で来ましたね。ほんと 2,3 頭じゃないですか。よっしゃ、いや楽しいですね。桜マス、慌てないように。こうロットを寝せて、ロット立てるとバレるんで。うわ、すごいジャンプだ。うわ、ハイジャンプ。ランディングが難しいポジションだな。ゴミに引っかかってる。大丈夫か。はい、釣れた。よかった。このね、ゴミに引っかかる。ミノスプーンとミノ大成功でしたね。感動のラストありましたね。いや、ここ今ランディングで寄せたんですけど、
ちょっと障害物入ってて、それに一回絡んじゃったんですよね。スタックしちゃって。ああ、でも取れてよかった。でもナイロンのこの伸びっていうのも効いたし、P の感度っていうのも効いたし、やっぱりそのラインシステム、P とショックリーダーの、こういうのも功を奏したって感じですね。ピンク紫ですよ、ほら。ピンク紫。元気に戻ってってくれましたね、川に。バッチリ決まりましたね。ありがとうございます。はい、4日間の調校無事終えました。お題のスプーンとミノ両方とも魚が出まして、個人的にはすごい充実した4日間を過ごすことができました。正直言うと日に日に悪くなってきまして、初日がですね、23度、4度くらいまで一気に気温が上がったんですよ。で、朝は6度ぐらいですごい寒かったんですけど、昼間が本当にこう夏日じゃないかっていうくらい暑くなって、でそれで一気に雪解けが進んだんですよね。で、2日目3日目ってだんだんこう雪しろがすごい流れてきて、本流がすごい濁ってきたんですよね。で、特に一番ひどかったのは3日目ですね。もうマット系の濁りで、水の透明度が本当に少ないような形で、いろいろ翻弄されたんですけども、それでも、濁ってても、魚がいる以上は、打開策ないかなっていうことで、いろいろ、支流との合流とかを重点的に打ってみたりとか、あと、ルアーローテーションとか、レンジの入れ方とかも意識して、いろいろやってみたんですけども、4日目の今日は気温がある程度、ちょっと今日寒いんで、安定したこともあって、雪代の量が少し落ち着いたってことあって、昨日よりも少し水が澄んできたのもあって、魚が少し動いたのかな、と思いまして、ミノーイングで少しトロセを攻めてみようかなと思ったことが、良かったのかなと、結果につながったと思います。いずれにしても米代川っていうのは本当に懐の広い川だと思うんですよね。あらゆる釣り方で、サクラマス釣りの要素が楽しめるっていうのが本当に魅力的な川だと思います。で、僕いつも来て思うんですけども、こういう川って本当に貴重で、それこそやはり聖地って言われるゆえんだと思ってます。秋田県内はもちろん東北各地、そして全国からたくさんのサクラマスアングラが訪れる本当の素晴らしい聖地だと思ってます。ぜひ一匹とのサクラマスの出会いを大切にしつつ、そして同志であるサクラマスアングラーの皆さんと、これからもこういった釣りを大事にしながら楽しんでいけたらなと、そんな風に思っています。今回はどうもありがとうございました。